ました。あ、ごめん、俺始まったら俺抜けるわ。わ かりました。はい。あ、すいません、ありがとうございました。失礼します。信用ポイント低い人もいるんですが、僕は気にしません。はい。基本皆さん楽しめればいいと思っております。できれば誹謗中傷は控えてほしいなと思います。ルールはテンプレ。96のまんまじゃん。わからない人いれば。俺言ってください。まあ、8上げられなんだよ。やばいだろうな、96とか。今日下げられたんだよ、不当な理由で。いや、人の信用ポイント見る方がやべえと思うよ。八番さん、テンコ取れますか？説明してもよかったら説明するけど。八番です。はい、なんか、ちょっと荒れておりますが、気にしないでください。誹謗中傷できれば、明日になったら、やめてほしいなと思います。ぶつかければ上がるけど。わからない人いたら、知ってる人、知ってる、ありがとう、ありがとう。知ってる人たちは知ってるからね。うん。な、質問なければ、準備完了してください。うん。ちょっとね、説教しがちな、なんか熱い人。始めます。ありがとう。なんか、ありがとう。頑張る気持ちになってきたぜ。人外になったら囲ってあげるよ。もう村であっても囲うぜ。その代わり俺の占い師も神明ないんでね、囲われてると思われるかもしれないが、残念。村人、人外なら囲うぜ。もう勝ち負けどないし、もう城で全部 やってあげるわ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。占い師を占い師をします。5番さんしろ、5番さんしろ、把握お願いします。以上です。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、私が真の占い師です。ということで、1番さんにランダム白でした。ということで、4は破綻しているので、4にとりあえず入れればいいと思います。1番さんがまだ強靭の可能性もあるので、ちょっとしっかり発言は聞きたいなと思っております。現状白なので、そこは把握お願いします。騎士は、まだ出なくていいですね。あ、出てほしいですね。はい、お願いします。まあ、敗損かな、うん、なってるけど。まあ、4が負けを認め、そういう悪口はよくないね。まあ、4、4、4とりあえず入れてください。誰が敗損したのかも、うん、気になるけど、そこね。4が入れたと思うけど、今の現状は。4だと思ってないから、俺は。うん、よくないよ、そういうのは。うん。まあ、霊媒師も出てほしいな。うん、で、騎士も、うん、で出てほしいけど、まあ、結局センスになっちゃうのかな、っていうところですね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。で、そうですね、4番さん、5番さん占い師は把握いたしました。まあ、4番さんが死んで、5番さん狂人も全然考えられる場面なのかなと思いますね。まあ、そうですね、どっちが真か。まあ、でも4番さんの発言がすごく短かったので、まあ、この2人だったら5番さんの方がまだ印象はいいっていうぐらいで、まあ、2周目以降、考察とかが、もしかしたら4番さんが伸びたらそっちもまだ全然終えるのかなという感じがしますね。まあこれぐらいしか触れることはないのかなと思います。まあもしね、どっちか人狼っていうことはないのかな、わかんないけど、これから出る可能性もあるのか。なんでまあその辺の考察を2周目はしていこうと思いますね。はーい。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、ああ、まあ5番ここ強人がいるんで、別に4番は破綻はしていない。一応白い人外がいるんで、うん、だから4号の精査はまだ破綻とかはないですね。うん、あの9人の通常村だったら破綻だと思うけど、6人通常とかだったらここ強人いるんで、6番さんは何なんでしょうね。星座わからないです。うん。まあ、色落ちがないなんでしょうね。多分、色落ちがない人だから、2周目の人って感じです。そうですね。
SG1 の村人は残して白露を釣りたいです。まあ、村を残して狼釣りたいです。SG と白って2種類ある。まあ、その人ごとに2種類あるんですよ。村か陣内か。村か狼かってあるんだから、だからその人が村だったら残して、その人が狼だったら釣ればいいだけなんですね。それぞれに精査かけるってことですね。以上です。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さんの意見には、まあ、おむね同意かなと思います。まあ、白狼ってか、まあ、自分は狼と思ったとこ釣り行きますけど、SG って口にするのは、うん、それは村だなっていうのはわかります。うん、スケーボードされてるだけなら、とは思いますけどね。はい。で、まあ、6に関してはちょっとわかんなくて、まあ、4号で5番さんが破綻って言ってたけど、それも7番さん言う通り破綻ではないので、まあ、ただ陣外で出てきたってのは書かれてね、まあ、現状考えにくいので、まあ、そういう意味では5番さんの方が新芽があって、で、4番さんの発言でもちょっと精査が不能だったので、まあ、別に偽っぽいとこがないって、そういう意味でも5番さんの方が現状新芽かなと思ってますが。うん。まあ、占い師は明日でいいと思ってるんで。で、6年に関しても、7番さんは若干、視点というか、考えが似てたなとは思いました。9番のプレイヤーが発言します。まあ、4号の真偽はつかなくても、中身の精査はできるはずなんですけど。4番は強靭っぽくて、ローミアとって薄いかなと。5番は、ローで、4強靭が見えていて、新占いを潰してきた5ローっていう目線も、うん、あってしっかりかなと思うけど、その目線が、6、7、8に、落ちてこない。落として、果たしてみんな、3人が3人とも村陣営なのかなと思ってしまいますけども。7番さんが、白ロー1を釣りたい、SG1 はほっといて、白ロー1をローだったら釣ればいいって言ってますけど、まあその通りなんですけど、SG1 っていうのは、精査、発言で精査がつかないから SG1 なんですよ。その白狼一、それを差し置いて白狼っていうのはどうやって見つけていくんですかっていうのが、不思議に思うのが、村人目線だと思うんですけど、8番そこに同調していって、7番を疑う必要は全くないですね。うん、7、8で比べると、まあ7番まといのこと言ってると思うんですけど、7、8くらいたら8番の方が人間です。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分村人陣営でしたってところでね、うん、俺ね、もう9番さんと全くね、意見が一緒なんでね、あ、俺も9はね、白浮きしたいかなって思っている。で、6も俺白浮きかなって思ってる。うん、あの、4、5が占い出てきて、まあ、6がなんか陣外だったら何か白の動きすると思うんで、6も、6を、9と6は俺は白目で見ていて、で、まあ、7と8がちょっと問題児かな、問題児かなと思っています。はい、7と8が問題児かなと思っていますってところですかね。うん。いやー、そうですかね。そうですね。うん、7番さん、7と8比べたら、まあ、8はちょっと便乗だったかなっていう気はしたかなってぐらいですかね。以上。2番のプレイヤーが発言します。まあ意見が一緒だから白浮きするっていうやつがおったりさ、印象論のさ、印象でさ、なんちゅうんだろうね、あの印象で語るやつとかさ、全くあんなあの意味ねえと思っとるもんで、なんちゅうかな、まあ結局なんだろうな、人狼はそれぞれの仕事をすると、人狼はさ、あの人狼っぽくないようにうまく考察してうまいこと言うだろうしさって感じっすね。はい、全然見えてこんっすね。なぜならみんなが仕事をしてないからなんですよねって感じっすかね。まあとりあえずなんだろうっちゅう感じっすかね。はい、まあ潜伏があるかもしれないんでっちゅう感じで、まあそれぞれがそれぞれの仕事をしてくださいっちゅう感じっすね。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私占い師です。で、ランダム占いで6番さんに白刺さってます。ハークお願いします。6番さんに白刺さってます。で、4号の、内訳として、私は4強字強目で見てる。で、5狼で見てます。うん、ただ4番さんあの発言の短さから空があったりするんじゃないかなっていう目でも、懸念で見てましたけども、まあなかったら4強5ローで見てます。で、グレーで言うと、
まあいや、グレーはあとでいいか。いや、どうしようか。まあいいか。うん。グレーで言うと、まあ、6、7、8っていうのは、まあ、まあ、8まで入れるかどうしようか。まあ、2周目地かなと思ってる。うん。で、そこをしっかり叩いてた9番さんっていうのは、すごく印象がいいかなと思ってるし、ただ、それに便乗したの1番さんっていうのは、便乗で、これ、狼っていうのはあるのかなっていうところで見てます。2番さんは精査不能ってところ。4番のプレイヤーが発言します。はい、岸CEO します。自分目線1黒角。自分的には3番さんの新味爆上がりなんですけど、多分5強陣で、三振の1陣ローだと思います。うん。5番さんが、人狼だった場合、潜伏で、いいと思うんで、まあ、五強陣、三振で見ています。今日は一釣りでお願いします。でも、四三狼も追われるのかな？全く、狼にないけどね。一釣りしか飲みません。はい。村人やったらわかるでしょ。一釣り。以上。効果なんていうか楽しみです。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。で、4番さんが、騎士すらということで、全くムラリがないですね。はい。全くムラリがない。で、3番さんのシーンが爆上がりって言ってたんですけど、僕はもう逆に3、4が黒すぎる、もう爆上がりしたなっていう、素直に。うん。で、相方位置がまだ分かっていないんですけど、まあ、とりあえずクロス占いで、まあ、6占えばいいかなと思っております。で、まあ、もう占った1番さんがちゃんと騎士なんで、まあ、素直に1番さんも分かってると思うんですけど、4、3黒ですよ、これ。はい。で、8、9とかには、7かな ?7 とかにも言われたけど、ちょっと、素直に破綻したと思ってしまったんで、そこはちょっと安直だったなと、しっかり9人村として考えてなかったなっていうのは、ちょっと申し訳ないなと思っております。で、4番さんのさっき挙げた通りのね、ちゃんとした騎士面にした理由を述べてないという、最初の発言も少なかったんで、全く無駄りがないですね。っていうところですね。今回4釣りでいいと思いますよ。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目やってきましたね。で、とりあえず、この盤面は、とりあえず、どこ行けばいいんだ？グレーに行けばいいのかな？占い師一応2人だもんね。あ、でも、騎士もあるのか。どっちに行くんだろう。でも、4番さん強人とかも全然追えるし、1番さん強人とかも全然追えるんだよね。で、5番さん人狼、もしくは3番さん人狼とか、そういうのも全然ありそうなんだよね。でもなぁ、わかんねえんだよなこれ。特にグレーで怪しいとこもなかったよなぁ。まあでも SG とか白狼とか全く俺にはわかんないんだけど。用語が全然わかんなかったんだけど。今日はどこに行くべきなんだろう。どこに行くべき？騎士は積んない方がいいの？だったら占い師なの？それともグレなの？これどうすればいいの？7番のプレイヤーが発言します。うん、騎士でいいんだよ。レイロラと同じ感覚。占い師の精査がついてる時には占いでいいんだよ。普通に言えば2、1、2番面だから占いとかって言うけど、精査がついてない時に占いって真っつったら終わるんだから。このゲーム大体騎士の方が価値が低いんだから、レイロと同じよ。レイロラの感覚でいけばいいんだよ。セオリーは占いって言うけど、で、クロスさせるっていうのは、セオリーはわかるんだけど、占い師の精査がつかないんだから。ってことで、4、1だったら1行けばいいんじゃない？もう6の、9の便乗みたいな感じで、自分の意見もなかったし、とてもじゃないけど、新騎士とは思えないから。うん。全然精査もしてないような人が後から出てきても、何の説得力もないんでね。うん。指摘した方が良かったよ。9番の言ってること何言ってんのこの人って。うん。悪狼っていうのは狼なんだから、黒い人でしょって。黒い人を釣ればいいんでしょっていうふうに。うん。
ていう、7番の意見を誰よりも真っ当だって1番が言ったんだったら俺は4番行くけど、そんなことも言わないで9番は素晴らしい。あっていう話で。どうやって釣ればいいんですかって。黒い人に票入れればいいだろうって。白狼って狼だから黒なんだよ。うん。SG1 の狼も狼だから黒なんだよ。村は白。イメージで話すと。白い人じゃなくて黒い人に票入れればいいだけなんだよ。うん。どうやって探せばいいんですかって言われてもこっち困るんだけど。黒いと思うやつに一票入れればいいんだよ。うん。ってことで一番いきます。あ、白い狂人かもしんないけど。うん。狂人はまあね、黒だからね、イメージはね。暗黒軍団だからね。人狼軍団に入ってくからね。以上。じゃあ一番でいいんじゃない ?8 番のプレイヤーが発言します。全人がイラストしてるんですが、2番さんが7番さん、初白って出てるんですよ。占い師で潜伏してるって出てるんですよ。なんで、1、2、3、4、5で3人がいいですね。霊能さんに決めてもらっていいですかね。ただ、1個思ったのは、でももう、全人が露出だからな。はい、ちょっと回します。9番のプレイヤーが発言します。うん、だ SG1 は黒白の発言で精査ができないから SG1 っていう単語を使ってるわけで、そう精査ができないんですよ。だから SG1 を釣るって言ってるのかわからないですね。で、3番の6番の白の6番の精査、6、7、8に人外がどうのこうのって6の精査を入れたことを精査できてないだからね。村弱えなと思いますね。はい、2番はなんで初白を潜伏したんですかね。この盤面。全人外露出ですよ。うん、全然 5黒1黒っていうのは盤面的にはまあちょっと見えちゃうような気がするけども、うん、3番のなんか6の精査を含めたことをね、指摘できないぐらいで勝てるのかなと思っちゃいましたけどね。うん、まあクロス占い提示しようかと思いましたけど、2が出てきたことでよくわかんないから占い師から行きましょうね。占い師から行きましょう。1番のプレイヤーが発言します。いや、もう2の潜伏とか無理がありすぎるでしょう。はい、2番さんからいきます。はい、2番さん、さすがにそれは無理があるわ。はい。うん、無理無理。うん、遅すぎだしね、しかもね。うん、どのタイミングで出てんの、あなた。はい、今日は2しかあります。もう全人が露出なんでね。はい、2番から、詰めていきます。以上。2番のプレイヤーが発言します。あれでしょ、なんか知っとるって。これは体を温めるときにこういうのを使う。あの目が覚めるやつでしょ。目が覚めるのはこれだと。これをやると目が覚めるのと、なんか。3番のプレイヤーが発言します。もう、もう好きなとこ入れたらいいんじゃない。もう6、7、8、9はもう白でしょ、もう村でしょ。で、9番さんは霊能だから、みんなが好きなところに入れたらいいんじゃないかと思います。もう、まあ、少なくとも、私は、どうなんだろう。クロス占いしてずっと霊能に色見てもらいたいとは思ってるんだけども、おっとっとっと、どっちどっちも意味わからん。意味わからん。黒釣りたい人は5でいいんじゃない。で、狂人釣りたいのは2。それでいいと思いますけど、どうでしょう。うん、色見えるのは多分、クロス占いの提案もなかったから、でも、2、5、5どっちいいんだろうな。うん、まあ、追加し、ありがとうございます。仮に2が、2が村だとしよう。かなりメリットない、村りがないことをしてるなと思って、てる。うん、でも、どうしますかって。難しいな。どうしよう。じゃあ、騎士ローラーってどうでしょうか。騎士ローラーで私はもう 1はもう全然信用できんから1から言えるつもりなんだけど、うん、どうだろう。うん、まあみんな好きなように入れたらいいと思う。私はもう、占い精査つかないんだったら、
騎士ローラーで、私は圧倒的に1からいきますね。はい。全プレイヤーの若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。これは5番さんが真の占い師で3番さんが狼ですか。はい。で4番さんが、狂人ですか。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい。3守り価値格盤面うん、5つって2つれば勝てるんじゃない。以上。あ、違うか。3位、あ、俺の神無しってこともあるのか。うん。ってことは、一強人の五二郎。まあ、名は足りてるんで、俺も仕事したし。まあ、9番守りたいけど。村人さんは安牌で4三から釣りたいのかな、これ。盤面的に。俺は5釣りしたいんだけど、にがりや強って線もあるから。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい。まずこの村がやばいってことにびっくりしました。はい。あの3番さんの言ってることがおかしくて、2に行きたいって言って5に行きたいって言って最終的に1に行くっていう、もうむちゃくちゃでしょ。で、まあ投票結果見ればわかるんですけど、234が組んでましたね。うん、素直に、見ればわかります。で、4が結局さ、最初占い師から騎士すらしたのにさ、結局無駄になさすぎでしょ。で、2もさ謎すぎる。で、今回占って2、まあぶっちゃけ234どれで順番に占っていけばいいだけだったんですけど、まあ2が白だったんで、2が強人だって3、4黒でした。はい、以上です。それ以外言うことないです。まあ、これで負けたら、まあ、うん、まあ、白を恨むわ。あんまこういうこと言っちゃよくないけど。どう見てもさ、3、4黒だからね。そこ分かってほしい。まあ、で、9がね、9がちゃんとね、1白って言ってるからね、俺の言ってることはちゃんと正しいです。はい。なんで僕の新名爆上がりなんで、3、4黒です。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。とりあえず今日は4番さん釣りでいいってことなんですかね。わかんないけど。そうすればとりあえず1陣外は確定で、もう完全に確実に釣れるってことですよね。多分そういうことですよね。ってことなんで、俺この人推理上手って、その、俺バカ下手なんだけど、どうすりゃいいんだろう。とりあえず今日4番さん釣って、で、3番さんが占い師の結果をとりあえず言ってもらって、それで、3釣り、そういうの言っちゃダメじゃない？多分。いいのかな？ダメだと思うよ。多分ね。多分言っちゃダメだったと思うんだけど。9守り？ 9 守りって言ってる。人狼が身分の開示を選択しました。
さんもひどすぎでさ、占い結果残せよマジで。占い結果も伝えねえ人って3番とか占い結果伝えねえってマジで何なんだろう。おいひすぎて早く終わりたい。めまいした。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。まさかの2がリア強だったのかな。結局強人誰だったのかよく分かんなかったんですけど、びっくりしましたね。はい、まさかの8が黒っていう意味が分からんかったです、この試合。むちゃくちゃなやつらしかいなかったですね。で、3が黒出てたので、3つって終わらなかったら僕つってください、素直に。はい、それぐらいしか言えないです。どうせ勝てるんで、まあ、3、8、黒なんで3つって終わらなかったら、まあ、僕つっていただいていいですよ、全然。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあそうですね、自分目線も3番3黒しかないんで、とりあえず3番3つって5番3つって終わりかな。はい、お疲れ様です。7番のプレイヤーが発言します。5番って経験不足な人、まあいいや、もういろいろ突っ込みたいところ満載なんだけど、5番正しいと思ってるだろ、自分の意見が。まあ9番が説教してくれるかわかんないけど、いろいろ慣れてないんだなっていう、人だなだなっていう。あ、みんなも多分そう思ったと思うけど、まあいいんだけど、勝ち確でしょ。1と4に今日、まず1人外で、3番と5番に1人外で、8番自爆してんだから2と6は、あ、俺もそうだけど、隠しろね。だから、3つって終わんなかったら5、5つって終わんなかったら3、以上っていう話で。まあ分かりやすいのは、3番つって終わんなかったら5番釣ればいいだけなんじゃない ?3 黒出てんだから。欲しいならもう終わるし、最短で。終わらなかったら5番釣ればいいだけだから。5、3でもどっちでもいいんだけども。ただし、1番がリア強プレイしてるとかだったらもう話変わるけども、そうなったらもういいんじゃない?アイソンボタンも押されてるし。まあいいや、9番が進行してくれるでしょ。これは村だけど。これ万が一の6黒パターンがあったら俺もう萎えるからね。もう知らんからね、もう。正直6、8パターンがあったらもう、名乗り出てくれたら村負けでもいいわ、もう。早く終わりたい。6、8パターンだったらもう勝ちたからいいっしょ。9番のプレイヤーが発言します。はい、3番、まあ、奈良さん、僕が初心地にね、8番の方がちょっと若干来るかなっていうのは当たってたんでね。リア強がいなかったら村陣営勝ち確ですからね。両占い師とも、占い先を言ってほしいのと、八幡さん、このタイミングで自爆するとね、通常進行行くと負け確ですから、ちょっとそれはいただけないですね。八幡とか釣り位置じゃないですからね、今日のね。まあ僕はリア強いた場合の考察をすると、7番、2番、6番、7番、7番黒かなったら、ちょっとリア強がいた場合ね。3番からでいいんじゃないの ?3 番の6番を考察に含めてしまってとか、新感情取れないです。まあ、じゃあ5番が進化って言ったら、まあ、言わんとすることはありますけど。はい。3からでいいんじゃない ?3、5を潰してリアキをいた。2番のプレイヤーが発言します。はい。楽勝列車ねって感じですね。はい。なんだろう。もう初日のさ、発言でさ、8黒っていうのは俺目線分かっとったもんでさ、なんちゅうの。占いれてさ、8白出してさ、でしょ ?7 が終わった、7が喋っとるタイミングで出してさ、様子を伺っとったっちゅう話だよね。なんでそこはわからんのかなと思うんですけどね。はい。今日3つって、まあ終わりましょうよっちゅう感じで、楽勝でしたね、ほら、本当に。なんだろう。なんか思考についてきてほしいですね、自分の。はい。以上です。3番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ私釣ってその次5番釣る終わんなかったら5番釣ってそれで村勝ちです。はい、ちょっと教えてほしいんですけど、4番さんって僕途中でちょっとアプリ落としたのであれだったんだけど、3守りとか言っ
ってるのを聞こえてて、で、それで途中で落ちたんだけど、今、このチャット見たら、旧守りって言ってて、全然意味が分かんないんだけどっていうところ、あの、リア巨がたくさんいるんだなって思いながら、はい、今、もう、頭の中はハテナがいっぱいです。はい、あの、3入れるんだ、3入れてください。はい。で、終わんないから5、次5入れましょう。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。こりゃか、強人かわさやな。いや、楽勝でした。